はい、皆さん、本日は土曜日、こんな大事な時間に集まっていただき、本当にありがとうございます。ご紹介いただきました、一般社団法人未来の稲嶺積もると申します。今日はですね、差別報道をなくそうということなんですが、私もですね、去年の、11月28日に、沖縄タイムスにですね、1000万の不正受給したとか、4日間かかる、書いてですね、で、あと琉球新報、で、29日は、マスコミ、テレビいっぱい来てですね、ひどい目にありました。ちなみに、うちの会社は、例えば、ちょっと風邪ひいてて、喉変なんですけど、うちの会社は、社団法人未来の方は10年目です。10年間、福祉やってきて、返金とか、減産とか、不正、一度もないです。本当はないです。で、しかもですね、なんていうのかな、一生懸命頑張ったら、例えば生活保護を外した場合、共産党から嫌がらせされたり、たくさんのね、数々の嫌がらせ、たくさんありましたよ。で、普通ね、福祉事業所、公金もらってる福祉事業所っていうのは、4、5年に1回しか来ないんですけど、昔はね、よく毎年3回、厚生労働省、労働局も来た、会計検査まで来て、で、人数が多いもんですから、書類も山積みです、本当に苦労しました。しかし本当にこれ自慢じゃないんですけど、10年間、本当に1円の返金もないんですよ。でね、やっぱりこんなことって失礼です、辛いんですけど、やっぱり障害を持っている人たち、で、思い込みが激しい人たちたくさんいます。で、行政呼び出し、労働監督基準局、たくさん来ました。でもちゃんと話したらみんな分かってくれます。で、まあ自分で言うのもなんですが、実際の他府県の行政からも、まあ栃木、茨城、横浜、あと岐阜とか、あれですよ、行政ですよ、皆さん、開始してくださいという要請もあったり、民間からもたくさん来ます。で、毎月、他府県から見学、研修来ます。こんなね、福祉事業所、沖縄ではないですよ。しかしですね、それも何、新聞で1000万の不正があって、で、私は県庁記者クラブ行って、記者会見やったんですが、また翌日、嘘の情報を書かれてですね、完全に頭に来ましたですね。というのがまず1点ですね。じゃあなんでマスコミが 変更報道するかと。これですね、日本のマスコミおかしいです。私、相当勉強しましたよ。あれ以来。例えばマスコミがやることは、本来は中立の真実の報道をすべきなのに、まず彼らはですね、誘導します。そして切り取りしますね。切り取りはね、政治家によく使います。で、考えてみると、マスコミってのは株式会社なんですよ。だから、ステルス上げないといけないです。どんなに中立で、真面目に書いても、ステルスが上がらなければ、テレビはね、新聞はね、購読数、部数っていうんですか。このマスコミっていうのはですね、ナチス・ドイツがプロパガンダで使ったときに、まあ、あまりにもかわいそうだということで、世界的な社会標準っていうかな、一方的な報道をやめようということになったんですけど、誰もやったら守ってないですね。特にひどいのはですね、よくね、皆さん台風の時に記録的大雨とか、毎回記録。で、死亡者が2人、2、3名。これはね、台風じゃないです。土砂崩れですね。大体台風の煽りで 3% と言われてます。死傷率が。で、コロナでは 4%。結局彼らは数字をごまかしてですね、死傷率を上げてるんですよ。で、NHK の死傷率を上げないと予算カットされますから。っていうのがあってですね、いろいろ調べたんですね。そうすると、やっぱりね、この特に NHK よ、これひどいですよ。NHK はみんなの国民の、なんて言いますか、あれ、受信料を取って、でね、皆さん調べてください、NHK の理事の年収2000万、3000万です、2000万かな。で、今回ね、50何億の赤字って言ってますけど、嘘つくないやって、子会社の NHK エンタープライズってあるんです、株式会社、これ1兆円ですよ。NHK 自身の内部保留というかな、資産が9000億あります。どう思いますか、皆さん。国民の民間会社だったらよくわかるよ。皆さんの受信料をもらって、コロナでもみんな年収2000万ですよ、3000万ですよ、800万かな、平均年収は。おかしいんじゃないかって。しかもね、これね、NHK は、あれなんですね、
総務省、旧郵政省のみんな利権です。国会議員たちみんな利権ついてますよ。まあ、ちょっとね、時間もないみたいなんで、で、これあと第三者機関に国民の声をちゃんと上げようということで、BPO というのがあります。もうちょっと端折って言いますけど、これね、非常にね、みんなマスコミたちが集まってるんですよ。非常に汚いです。で、そういった意味では、情報化社会ですので、ちなみにデータのもある60何チャンネルありますよ。考えられますか？日本って言って、日本のマスコミってちょっとしかないでしょ。みんな既得利権なんですよ。これぶっ壊さないといけないんですよね。そういった意味では、いろんなもう情報がどんどん炸裂している中で、たくさんある中で、自分自身で守らないといけないんですね。もうみんな利権です。これ別にマスコミだけじゃないですよ。はっきり言って、LGBT、中国利権、自民党も、もう今のにははっきり言っておかしいです。で、そういった意味では、自分たちで、あれやっていけないと。ちゃんとした真実の情報を取ってですね、やっていかないといけないと思いますね。で、これから我々は、この日本沖縄未来会議は、例えば仲間信行議員とか、中村悟先輩が今度裁判するということで大変心強く思うしですね。で、私たちができることは、もう偏向報道とか、偏見報道起きた場合、みんなで情報開示請求、あるいは住民監査請求やります。私の弁護士がこれ全部やると言ってますので、そういった意味では、もう、なんていうかな、だんばりしないで、戦っていきたいなと。で、特にマスコミって言ったら、国会議員なんかは、あれです、マスコミって怖がってですね、マスコミ戦おうとしないんですよ。票が入らんから。でもね、我々は、ここ大事ですよ、皆さん。今日ね、加山先生も言ってたんですけど、やっぱり我々はね、なんて言葉はちょっと悪いんですけど、どこどこに気使ってお金もらってるとか、まあ、要するに紐ついてないです。みんな自前でやってるんですよ。そういった意味では先輩ってさっきおっしゃったように、今のね、ちょっと県知事、おかしいところは、裁判すると言ってるしですね、普通こんなこと日本ないですね。これ沖縄だからできると思うんですよ。さっきね、中村俊子、さんも話したように、沖縄の自立って言えば、これ日本の自立もつながっていくんじゃないかなって私は考えてます。で、岡本太郎先生が、有名なね、沖縄文化論って言って、大昔ですよ、今でこそ日本文、沖縄文ですけど、昔はね、沖縄人って俺も差別されたんですけど、沖縄の本土の宗教よりも、岡本太郎先生が何十年前、30年前に書いてます。沖縄の、要するに聖地、宇滝っていうのは、近畿だけは何もないと。で、必然でしかないと。それは、威風を感じる。そういった意味では、岡本太郎先生は沖縄に本当に日本の原始宗教の 原点があるということがありますね。で、そういった意味で沖縄ってちょっとね、文化的にちょっと本土と違って、沖縄の場合ってのは横社会ですから、多分ね、連携できると思いますよ。そういった意味ではマスコミと戦っていく、そして政治も変えていくということをですね、日本沖縄未来会議で中間悟を中心にみんなで力を合わせてですね、皆さんが舞台、これが主役だと思ってますので、沖縄だからこそできる。上先生、さっきな方言で、何だっけ、誠はもう一回、誠総研何くなるという言葉っていうのは、私はい、すみません、ありがとうございます。東京大学の法学部のうちの顧問の加賀先生から、この言葉っていうのはとっても大事なことだよと。私はこの方言というのを軽く考えてたんですけど、本当に自分自身に嘘がなくて、一生懸命やってたら、なんとかなると、そういう精神で記者会見もやったらですね、なんとかなったんですよ。で、我々ここにいるメンバーというのは、なんか変な人騙して、インチキして、なんか儲かってるとは絶対ないと思います。だってこっち来ないですよ、はっきり言って。だからこのメンバーで、結束して、やっぱり革命とか改革っていうのは確かに辛いこともあります。暴力もあると思うんですけど、いろんな裁判とか辛いこともあると思うんですけど、でもそれを本当に30年後、50年後、100年後の我々の孫とか世代につないでいくには、我々が戦うしかないと思ってますよ。その意味でおいてですね、私もね、中間悟先輩も一緒に東京でよく講演するんですけど、やっぱりこの沖縄から、東京は確かに人数多いですよ。都会ですけど、もう最後になりますけど、本当に皆さんと会ったときに、ちょっとこういうね、先輩たちの前で恐縮ですけど、本当にみんなと会ったら、戦う、なんかやれそうな気がします。しかもここで、こういう形式じゃなくて、本当の革命とか改革っていうのは、少人数で結構ですよ。これ歴史で見たら分かりますよ。明治維新もしっかりですよ。
少人数でいいんですよ。本気な人が集まったらですね、改革できます。そして福祉も含めてマスコミも含めてこの沖縄からですね発信していこうと思ってますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。